安西さん。ああ、若松さん。いつら？私じゃないんです。あ、どうぞ。これをダイヤル回してくれれば、はい、表示します。ありがとうございます。いや、もう今年で退官ですわ。そうですか。あまりわがままができなくなりますね。何の力にもなれなくて。いや、安西さんにはお世話になりっぱなしだった。日本の年間行方不明者数約8万人。こっち来いよ。自分の声聞いたことないだろ。今もどこかで誰かを待ち続ける人がいる。このままじゃプンちゃんは心配でしょうがないんだよ。人助けのために一緒になろうとか考えてんの？理由が欲しいんです。いなくなった理由。帰ってこない理由なんかないと思ってたけど、帰ってくる理由もないのかもしれない。あの人はもう30年ぐらい待ってるの、旦那さんを。若松さんのように強くなれないなって。強くないわよ。何も言わずにみんないなくなってくからさ、勝手だわね。腹が立ってるんですよ。自分にあの人のことを意識しないと思い出せない。この人見かけたことありませんか？人はどれだけ愛した人のことを分かっているのか。なんで連れてきたんですか？若松さんは夢の中にいるのよ。まだ待ってんのか、あいつのこと。